館は自然がたくさん、稲作が盛んで美しい田園風景が広がっている。綺麗な水がないとこのような自然は見られません。例えば綺麗な川がゴミなどによって汚くなった場合、それによって魚が死んでしまい、自然バランスが崩れてしまう。各校では一般的に1万リットルの水を使用している。飲み水、トイレ、プール、部活、掃除などに使われる。水を使いすぎると雨水を飲まなければいけなくなる。手を洗うときは蛇口を閉めて洗いましょう。トイレの水を流しすぎないように、ポイ捨てをしない。油など水に流さない。このような工夫できれいな水を保ち、岩手の自然を守ろう。